キャニオン・ディアブロ隕石キャニオン・ディアブロ隕石は、アメリカ・アリゾナ州のバリンジャー・クレーターを作った隕石の破片の一つと考えられている隕石で、1891年に、クレーターから西に5から6キロメートル離れた、ディアブロ峡谷で発見された。15万年前から500万年前の間に地球に衝突し、 バリンジャークレーターを作った元の隕石は25メートルから30メートルの大きさで、重量は数十万トンあったと見積もられているが、発見されている隕石の総重量は30トンである。隕石の化学成分は鉄、鉄91.6%、ニッケル7.1%、炭素1%、微量縫用、リン、ガリウム、ゲルマニウムが含まれ、オクタヘドライトに分類される。 日本を含む各国の博物館でサンプルを見ることができる。キャニオン・ディアブロ隕石から初めて発見された鉱物に、ロンズ・レイ・ライト、モアス・サミー白村港 23C6、クリノフ石がある。ありがとうございます。